こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーの雅子です。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。冬の土用期間に入り、二十四節気の大寒を迎えました。一年のうちで最も寒い時期です。寒さが増して体調を崩される方もいらっしゃいますが、消化の良いものをいただいて暖かくしてお過ごしください。冬の土用の養生についてや大寒については昨年の動画でもお伝えしています。概要欄に貼っておきますので、そちらもよろしければお楽しみください。まもなく節分、立春を迎えますが、寒い時期にお部屋を華やかにしてくれる蘭は花持ちも良く、この時期に気分を明るくしてくれます。前回の動画でカトリアについてお伝えいたしましたが、1月は新年明けた喜びの季節ですので、今日は蘭の仲間のシンピジウムについてお伝えいたします。シンピジウムは東南アジアやオーストラリアの原種を品種改良して作られた蘭の仲間です。日本でも鉢花としてとても人気が高い花持ちの良い植物です。シンピジウムは常緑植物で、原産地では木に着生したり根元に地生したりする半着生の蘭です。半着生蘭とは、同じ属の中に着生種と地生種の両方の種がある蘭のことで、また着生と地生の中間的な状態で地生している蘭、半地生蘭とも言われます。花の大きさも様々です。シンピジウムが最初に発見され、ヨーロッパに紹介された18世紀後半以降、インドからイギリスへ各種のシンピジウムが送られて交配が進みました。日本には明治以降に入り、鉢花として贈答用としても人気があります。開花時期は12月から5月頃で、冬にプレゼントとして贈る花にもよく選ばれます。洋蘭としては、胡蝶蘭に次いでの出荷量で、カトレア、デンドロビウム、パフィオペディルムと並んで世界4大洋蘭と称されています。シンピジウムの全般的な花言葉は、華やかな恋、高貴な美人、誠実な愛情、飾らない心、素朴といったものがあります。また色別では、白のシンピジウムは深層の霊人という花言葉もあります。身分が高く大切に育てられたという言葉の意味通り、白いシンピジウムの高級感から連想されました。黄色のシンピジウムは誠実な愛情、飾らない心、ピンクのシンピジウムは素朴です。学名シンビジウムはギリシャ語のボートと形を語源とし、蘭科の植物に見られる独特の花びらの形状がボートに似ていることが由来と言われています。世界中に原種は60から70種類存在すると言われ、品種改良によって3000種以上の品種があるとも言われています。風水的には家族運や職業運をアップさせるということで、プレゼントに喜ばれます。花の少ない冬の時期にカラフルな花を咲かせ、花の寿命も長いことから人気が高い洋蘭です。また和名の芸少蘭の芸という意味は、虹という意味を持ちます。これはシンピジウムが虹のように美しい蘭ということから付けられました。花の華やかさから運気が上がる豊かさの象徴とも考えられます。花には高級感があり、飾ることでその場にパワフルなエネルギーを引き寄せることができるお花です。特に白いシンピジウムは北側の玄関、ピンクのシンピジウムは恋愛運アップ、黄色や紫のシンピジウムは金運アップにも良いとも言われています。家族運、健康運アップにも効果が期待できます。今まで蘭については胡蝶蘭、前回のカトレア、今回のシンピジウムについてお伝えしましたが、豪華なお花を咲かせますが、それぞれの蘭に特徴があり、着生植物、半着生の蘭にでも興味を持っています。シンピジウムのパワフルなエネルギーが皆様に届きますように。この動画では、人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あ
あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。